こんばんばはトモスタの谷口ですえ今日もですね、ビジュアルスタジオコードやっていきたいと思うんですけれども、今日はですね、UI についてご紹介していきたいと思います。えビジュアルスタジオコードのまあこちらのウィンドウですね、かなりまあシンプルな作りではあるんですけれども、ちょっとですね、細かめに見ていきましょうで。まずはですね、一番下にありますステータスバーというところですね、こちら見ていきたいと思うんですけれども、えまずですね、ここ、えー、左下のところですね、バッテンボタンと、それから注意のですね、ビックリマーク、エクスクラメーションマークというの がありますこれ何かと言いますとこのですねアイコンをちょっとクリックしていきますと、えー、こういったウィンドウが開きますこれデバッグウィンドウといいましてあの JavaScript とかですねそういった言語を、えー、とデバッグする機能というのが搭載されているんですね、まあ、それについてはちょっとこの講座の後半でご紹介していきたいと思うんですけれども、まあ、ここはですねそのデバッグの機能に使うエラーが何件起こってますよとか、えー、いわゆるワーニングですね、えー、問題が起こってますよというものを通知してくれるという部分です で次ですね、ここ行番号と列番号というのがあります。まあ、これはえここでこうカーソルを動かしていきますと、ここがどんどん変わっていくんですね。でこれクリックしますと、ここですね、行のですね移動をすることができます。なのでここで1と入力してエンターすると1行目に移動すると。だーってすごく長いプログラムをえ編集しているときにどこかにジャンプしたいというときにはここで1と入れて移動することができますよということです。 で次ですね、ここスペース4って書いてあるんですけれども、これはインデントですね。あの、プログラムを書くときとかに、次の行に行ったときに自動的にこう、カーソルをですね、移動してくれる、これインデントと言いますけれども、それが今はスペースの4つでやってますよということですね。で、変更するにはここをクリックすると、何にしますかということですよね。で、タブによるインデントにしますよとか、何文字にしますかとかっていうのを設定、設定することができます。 で、標準の設定はですね、こちらの基本設定の中の設定の中に、えー、タブサイズ、これですね、ありますので、これで設定することができます。はい。えー、これがインデントですね。で、お次がこちら UTF-8 と書いてあります。これはですね、エンコード、文字コードの設定ですね。クリックしますと、えー、他のですね、えー、エンコードなどにすることもできるということですね。こういったところから選ぶことができます。 でそして次が CRLF。これはですね、あの、開業コードの変更ですね。CRLF っていうのは Windows で使われている開業コードの方法ですね。で、LF っていうのが UNIX などで行われている開業コードの変更です。まあ、あんまり意識する必要ないんですけれども、あの、チームとかでですね、開発するときに開業コードはこれにしましょうとかって決められているのであれば、えそれに合わせて設定する必要がありますよということです。 次ですね、ここなんですけれども、言語モードと言いまして、これが結構重要なんですね。例えば、前回ですね、ちょっとファイルを作って、コントロール N、コマンド N ですね、新しいファイルを作りますと。で、ここでですね、じゃあ、HTML と打ってみると、前回のインテリセンスっていうヘルプが表示されるかっていうと、されないんですね。で、えー、っと、閉じ、えー、閉じタグをですね、自動的に入れたいと思って、ダイナル記号を入れても、これも入ってくれません。 で、これなんでかって言いますと、こちらですね、言語モードが違うんですね。こちらは今、プレーンテキストと言いまして、まあ普通のですね、テキスト文章を書くときのモードになっています。で、これクリックしてあげると、まあいろんなものが出てくるんですけれども、はい。この中でですね、HTML というのがあるので、こちらを HTML にしてあげると、今色が変わりましたよね。これで小なり記号を入れると、まあ HTML とインテリセンスが。 起動しますとこれで言語モードというのが切り替わっているんですね。で、他のものに変えることもできます。CSS であれば、こちら CSS を選んでいただいてもいいですし、ね、などなど、こんな感じですね。いろいろなものを選ぶことができます。ただですね、ここで言語モードを切り替えるよりも、実はもっと簡単な方法というのがありまして、これが前回やった方法ですね。ファイルを作って、今、プレンテキストですね。で、これでファイルを保存します。 はい。で、ここでですね、まあ何でもいいんですけれども、c ニ m p a n y h t m l とかって拡張子をつけてあげると、これで言語モードが切り替わるんですね。まあビジュアルスタジオコードはこのように、えー、拡張子でですね、えー、それが何のファイルなのかというのを選んでいます。なので、ファイルを作って保存して、例えば、hello.py などとすると、まあこれ Python のソースコードなんですけれども、py ってすると Python の言語モードになってますよね。で、ファイルを作って、 保存してで、ハロー .php。これは PHP の言語のですね、拡張子ですね。で、そうするとこちら PHP の言語モードになるということで、ファイルを作って保存してですね、その適切な拡張子をつけてあげることで、言語モードっていうのは切り替えることができます。はい。ということで、あのうまくですね、このインテリセンスとかが起動してないなというときは、ここを見ていただくと言語モードが違う可能性があるので、気をつけて見てあげてください。 さあ、そして、そのお隣ニコニコしたマークですね。これはクリックしていただくと、フィードバックをツイートすることができます。はい。えー、でですね、あの、何かこう、不具合を見つけたときとか、あの、困ったことがあったときに、ここで、え、入れたりですね。あとは、あの、ビジュアルスタジオコード使って、楽しいとか、使いやすいとか、いう場合には、こちらの、え、ニコちゃんマーク。 をですね、クリックして、えー、入れてあげるといいかなと思います。えー、マイクロソフトのですね、開発チームが確認とかしていて、あの、バグとかはですね、対応してくれたりするみたいですね。はい。そして、えー、そのお隣ですね。こちら最後、ベルのマークですね。これクリックすると、まあ、その、お知らせがですね、たまにあるんですけれども、えー、それがここに表示されたりします。はい。というのが、一番下のステータスバーという部分ですね。まあ、ここだけで結構いろんな情報量があるんですけれども、えー、他にもですね、まだまだ、 こちらですね編集する画面なんですが、まあ、見ていただいて分かるとおりこれタブ式のですねエディターソフトになっていますのでたくさんのファイルをこの中でこうどん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 ん開くことができますそしてですねここにあるんですけれどもエディターを右に分割ってありますよねこれクリックしますとこのようにですねエディターを左右に分けて2つのファイルを同時に見ながら編集したりすることができるんですね。 で、他にですね、例えばこちらのファイルを、えー、表示するときなんですけれども、えー、こうですね、マウスで、えー、あるファイルをこう持ってきますと。で、この暗くなる場所がありますね。ここに開くことになるので、左側で開きたければここ、右側で開きたければここで離してあげると、このように開くことができます。さらにもうちょっと動かしていくとですね、例えばぐーっといくと、えー、ここですかね。ここに持ってくると、 左下。から、グッと持ってきて、ぎゅーっと下行って、ここ。で、開くと、こうですね。えー、このように、パネル式ですね。4分割にすることもできます。はい。で、さらに、ぐいっと持ってきて、この辺にすると、こうですね。えー、左右に分けることができると。 いうことで、かなりですね、柔軟なそのレイアウトができますので、まあ、ここまでやるとちょっとさすがに見にくいような気がするんですけれども、もう大きな画面でですね、編集する方とかの場合には、HTML をここに開いておいて、CSS と JavaScript を開くとかですね、えあとは、同じファイルを、えここで開いておいてですね、ちょっとわかりづらいので、インデックスにしましょうか。たまにあるのが、結構縦に長い、 ファイルをですね編集する時にこの11行目を見ながらこっちの後ろの方でですね編集加えたいとかっていうことがあったりするんですけれども、まあ、同じファイルをこう見ながらですね違う場所の行を見るみたいなこともできたりしますはいまあウィンドウのですね、えー、柔軟なレイアウトということですねとウィンドウはですねこうマウスでクリックしても確認することができるんですけれどもコントロールキーを押しながら数字の1234と押していきますとこう のように。わかりますかね今。コントロール1通押すと、このエディター。コントロール2通押すと、このエディター。コントロール3通押すと、このエディター。コントロール4で、ここ。コントロール5で、ここ。という形で、えー。コントロールの1、2、3、4、5、6っていう、この数字でですね、エディターを自由に行き来することができますので、これも使っていくといいかもしれません。で、他にもですね、まだまだありまして、えー、っと、この、 ウィンドウ分割ですね。ちょっとスッキリさせましょうか。閉じていくと、ウィンドウ分割が終わります。例えばですね、えー、っと、今こちら、えー、左側に、まあ、エクスプローラーが起動した状態になっているんですけれども、もしですね、ちょっとまだあのここが表示されてないぞという方は、一回ビジュアルスタジオコードを閉じていただいて、デスクトップなどで右クリックをして、オープンウィズコードこちらのメニューをクリックします。 はい。で、そうすると、こう、デスクトップにですね、あの、移動できるんですけれども、ここでですね、えー、じゃあ、えー、例えば、まず一つ開きます。で、次にですね、えー、別のファイルを開くんですが、この時に、えー、オルトキーを押しながらですね、えー、ファイルをクリックしましょう。そうすると、こう、ウィンドウ分割した状態で、このように開くことができます。何もしないで開くと、このように、あの、タブがですね、えー、開くだけなんですね。こうですね。で、こうですよね。 で、オルトキーを押しながら押すと、こんな風にウィンドウ分割がされていきます。はい。あと、コントロールキーを押しながら、今度はバックスラッシュですね。もしくは円マークのキーを押すと、これもウィンドウ分割になります。さらに、エクスプローラー上で、キーボードでこう操作しているときに、エンターすると、普通にウィンドウで開くんですけれども、ここで、コントロールキーを押しながら、エンターをすると、これもウィンドウ分割になります。 さあ、ちょっと復習しておきましょう。ウィンドウ分割の仕方。えまず一つが、ここのボタンをクリックする。はい。それから、ファイルを開くときに、マウスで色を変えながら、このように開く。えそして、オルトキーを押しながら、エクスプローラーで開く。そして、コントロールキーを押して、バックスラッシュ。そして、エクスプローラーで、キーボードで操作しているときに、コントロールキーを押しながら、エンター。 これで、ウィンドウ分割をすることができます。まあ、いろんな手段でですね、ウィンドウ分割こちらもできますので、こちらもちょっと覚えておくといいかなと思います。あと、開きすぎたものはですね、Ctrl W で、どん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 閉じることができます。 ま、いろいろ、えー、キーボードショートカットですね、ありますので、えー、気をつけながら見ていっていただければと思います。あの、UI はですね、まだちょっといろいろ説明があるので、次回も引き続きやっていきたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。えー、スラックのですね、コミュニティもやってますので、こちらもぜひご参加ください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。